しちゃん、頼まれてた柔らか水汲んできたよ。ありがとう。これでカチカチ石を切ることができるよ。確か柔らか水をかけるとどんな硬いものでも柔らかくできるんだよね。そうそう、それでものすっごく硬いカチカチ石を切れるぐらいまで柔らかくしようと思ってて、本当に硬いんだよ。ノコギリの刃がすぐにボロボロになっちゃうんだもん。それはすごいね。そういえばルイさんも建築材料にカチカチ石を使いたいって言ってたっけ。柔らか水を分けてあげなきゃ。ルイさんはどこに。あ、いたよ。あそこでトウコちゃんと話してるみたい。なんだか様子がおかしいけど。霧ヶ谷さん、時間に余裕があるのなら町づくりを手伝ってほしいのだけど。手伝ってるって。カフェのメニューを考えたり、ショップに置く服のデザインを考えたり、マジ忙しくてさ。優先するべきことはそれではないと思うけど、今は街を完成させることが先よ。ゴブリンたちの生活に関わる設備を一定以上整えないと次のイベントが発生しないことは知っているでしょ。でもカフェのメニューと服のデザインを考えるのも大事じゃね。てかさ、街づくりを優先とか言ってるけど全然ダメじゃん。どういうことかしら。ここにある家を作ったのってルイっしょ。家具とか何もなくて中身空っぽだし、これじゃ誰も住めなくね。家具の制作はこの段階では考えていないわ。は？なんで？後回しにする意味がわからないんだけど。はあ、そういうことか。ん？あれっしょ、ルイ、家具の作り方わからないんでしょ。やっぱな。それなら素直に相談すればいいじゃん。私が作り方を教えてあげるって。よーく聞いとけよ。まずミラーボールは、で最後にピカピカ石をつければ間接照明ができるからね。簡単っしょ。ミラーボールや間接照明は家具として必ずしも必要なものではないわ。いやいや、内装にもこだわった方がよくね。センスのいい部屋になったら気分も上がるし。さっきも言ったけど、街づくりの目的はゴブリンの生活環境を整えることよ。必要なのは机や椅子、ベッドのようなより生活に密接した家具であって、内装にこだわることではないわ。ただあなたが家具の制作を得意としているのは分かった。当たり前じゃん。私だよ。作れないものなんかないって。机も椅子もベッドも余裕余裕。そんなの秒だし。そう、それはすごいわね。だろう。やっと私の有能さに気づいたか。しょうがない、ルイのためにこの天才の私がもう一肌脱いでやるとしますか。超最高の机と椅子とベッドを用意してやるからな。おい、ゴブリンたち集合。あの、ルイさん、双葉さん、倉田さん、何か用かしら。二人の話が聞こえちゃって。トウコちゃんに家具作りを頼んだんだね。いえ、頼んでないわ。え、でもさっき。私は作れるかと聞いただけよ。作ってほしいとは一言も言ってないわ。まずは家を必要な数だけ用意してから家具の製作をしようと思っていたけど、代わりに霧ヶ谷さんが作ってくれるのなら効率がいいわね。残りの家作りに集中できるわ。あ、もしかしてルイさん、わざとトウコちゃんが作るように誘導して。結果的にそういう形になっただけよ。それじゃ作業に戻るわ。また後で。こう言ってたけど本当にそうなのかな。どうなんだろう。よし、ルイが驚くぐらいヤバい家具を作るぞ。心弾むものまで使ってトウコちゃんやる気満々だ。まあトウコちゃんも楽しそうだし、細かいことは気にしなくてもいいよね。うん、いいんじゃないかな。
さか売り切れてるとは思わなかったよ。あれ、あそこにいるのって、おーい、るいちゃん。月島さん、こんにちは。こんにちは。バイオリンを持っているということは、これからバンド練習かな。はい、広松さんのアトリエに向かう途中です。そっか、私は今日はお仕事がお休みだったから、スペシャルファンタジーの製品版を買いに来たんだ。ゲーム屋さんを出たところでたまたま会ったんだよ。スペシャルファンタジー？ああ、この前倉田さんたちとプレイした。うん、みんなの話を聞いたらやってみたくなっちゃって、結局売り切れてたんだけどね。そうだ、ルイちゃんの感想も教えてよ。実際にプレイする時の参考にしたいからさ。そうですね、特にこれといった感想はないのですが、さまざまなところにプレイヤーへの細やかな配慮を感じました。へえ、例えばどういうところが？ゲームに詳しいわけではないので個人的な見解になりますが、ゲームを始めてすぐに自分が何をするべきかわからないと、プレイヤーはストレスを感じる可能性が高いと思います。あ、ちょっとわかるかも。私もサークルでお仕事を始めた時、わからないことがあると不安だったよ。あのゲームはそこの配慮がとてもよくできていました。すぐに世界観や状況の説明が入り、その後すぐに次の展開へとつながるキャラクターとの出会いがありました。そのおかげでテンポよくゲームの世界に入り込めたのではないかと思います。確かに何事も最初が肝心だよね。そこでつまずいちゃうとやる気も上がらなくなっちゃうし、そういうところをちゃんと考えてるなんてすごく親切なゲームなんだね。おおむねは。個人的にはもう少し考慮が必要だと思う箇所がありましたが。そうなの？ええ、一番それを感じたのはキャラクターを自分で選べないところでしょうか。あのゲームはどんなキャラクターになるか、ゲームをプレイしてみないとわからない仕様になっていました。その予測不能なシステム性を楽しむという見方もありますが、自分でキャラクターを選びたい人も一定数以上いるはずです。そういう人のためにも自分で選べるパターンも用意した方がいいかと思います。なるほど、最近のゲームってキャラメイクとか凝ってるもんね。確かにそこに楽しさを感じてる人いるかも。というか、ルイちゃんってゲーム好きなの？すごい分析してて驚いちゃったっていうか。いえ、別に。あくまでゲームを実際にプレイして感じた個人的な見解です。この先も好んでゲームをしようとは思いませんし。そうなんだ。それでは電車の時間が近づいてきたので、そろそろ失礼します。あ、引き止めちゃってごめんね。いろいろお話聞かせてくれてありがとう。またね。